マララさんが今車から降りてきました。緑のスカーフに黄色いドレスです。8日夜、マララさんは拍手と歓声に迎えられ、授賞式が行われるノルウェーのオスロに到着しました。イスラム武装勢力に銃撃されながらも教育の権利を訴え続けてきたマララさん、暴力に屈することのない姿勢は世界に共感を与えました。She's the strongest person or the girl I've ever met. She's really inspiring. こちらは14歳の中学生のグループ。自宅から2時間かけて来たといいます。How is she? She was a bit small. マララさんが泊まっているホテルの前にはこうして警察官がたくさんいます。入り口の前には銃を持った警察官です。一方で心配もあります。受賞決定後、イスラム武装勢力が改めて攻撃を示唆しているのです。警察はテロ対策の専門部隊も動員し、例年以上の厳しい体制で警戒に当たっています。同時に受賞するインドの人権活動家カイラシュ・サトヤルティ氏も同じ日にオスロに到着。受賞式は日本時間の明日10日に行われます。